さて、ここでおさらいです。体の中には骨格筋の他にも筋肉があるのですが、どこにあるか覚えていますか？確か心臓です。正解です。心臓には心筋と呼ばれる筋肉があります。それと胃や腸などの袋状の器官や血管などにも平滑筋と呼ばれる筋肉がありましたね。あ、そうでした。心筋は心臓をポンプのように拍動させることで全身に血液を送り出す働きをしています。胃や腸にある平滑筋は蠕動運動を起こして食べ物を移動させながら消化吸収を助け、さらに残った不要なもの、つまり残渣を体外に排泄する働きをしています。また血管にある平滑筋は血管を収縮・弛緩させることで血圧の調節に働いています。筋肉って体を動かす以外にも大事な働きをしているんですね。そうですね。骨格筋、心筋、平滑筋の筋組織を模式図で示すとこんな感じになります。あ、これ前にも出てきましたよね。はい、今回は復習も兼ねてそれぞれの筋組織の特徴を少し詳しく見ていきましょう。はい。まずは骨格筋です。